皆様こんにちは。ペットリフォームのセラフ榎本です。今回はシベリアンハスキーについてご紹介します。シベリアンハスキーとはシベリア北東部で生活していたチュクチ族に飼育されていました。シベリアンハスキーの特徴とは、最大の特徴は目の色です。多色、なおかつオットアイなど様々なバリエーションがあります。あとは狼のような顔立ちが特徴です。シベリアンハスキーの性格はフレンドリーで責任感が強く従順です。社会性も高いです。飼う際の注意点は、しつけのハードルは高いです。きちんとしつけることができれば状況判断力が優れた賢い犬となります。散歩は朝晩合わせて1から2時間程度の散歩を心がけてください。皆様もシベリアンハスキーを飼ってみませんか？ペットリフォームのご相談、お見積もりはセラフ榎本にご用命いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。